タリガニです。大当たり。どれくらいのサイズかというと、このぐらい。あ、ソフトシェル。ソフトシェルです。パリパリで。どうやって食べたら美味しいの？うん？これ？これは唐揚げですよね。唐揚げ。うん。お。ああ。美味しそう。やりました。この時期はカニがねぷかぷかと産卵で接岸してきますね。夜な夜なね網持ってライト照らして、カニを取ってます。おお、いやちょっとね今日風強いからねあんまり取れないかなと思ったけどいましたね。もうちょっと頑張ってみましょう。土です。下から土。ああ。どうだどうだ。どうだどうだどうだ。いるか？いないか？どうですか？いませんね。いませんか？なかなかね、いないね、やっぱりね。そうですかね。あ、ソフトシェルだし、ね、脱皮したて。美味しそう。美味しいよね、これね。これ美味しいわ。ね、おめでとう。ありがとうございます。いるね、いるね、いるね。まだ来てね、30分も経ってないもんね。うん。ね、やった。頑張ります。いないかな。こうね、なんかね、ちょっと今日あんまりね、風強いからね、波立っちゃってね。たまにね、ふーっと浮いてくるよね。たまにふーっと浮いてくる。ふーっと浮いてくる、ふーっと。どうだった？うん、あっち4つ。うな、お、うなぎ師匠だよ。どう？どう？何個取れたの？今日、全部で10個ぐらいかな。10個も取ったの？多分。もしかして、7つぐらいかも。7つぐらい？あ、デカパンチはどうですか？ああ、ちゃ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 、からほで、届かないない、それじゃ、ちょっとね、ここじゃね。あ、いた？いた。え、なんで見えるの？あ、いた、いた。あそこ、いた。届かない。そうです。届かない。どこだ？俺、見えないの？あ、ちっちゃいの。こんなサイズ、こんなサイズ死んじゃうからね。あ、ほらね、みんほらみんなの揃えると結構あるじゃん。え、カニパーティー分ぐらいはありますよね。カニパー、今度カニパー、カニパーだよね。はい、さあ皆さんね、東京湾秋のカニのシーズンに突入いたしました。これからね、どんどんね、サイズ大きくなりますからね、接岸してくるやつね、日によってはね、でかいのが回ってきます。夜ね、涼しくもなってきてますんで、楽しんでみてはいかがでしょうか、カニ取りを。それじゃあ、失礼いたします。デデン。デデン。デデン。デン。デン。デケデケデン。美味しそう。デケデデン。デデン。またそんな。火曜サスペンス。
ね、ソフトシェルの柔らかいね、脱皮したてのカニばかりをね、もらいました。ね、もらってきましたよ。で、これね、今からね、まあ、ちゃんとね、揚げて、ね、ふわっと食べようかなと思います。ありがとう、みんな。まだね、元気いいのよね、これ。ほら、出てきてる、ね。ちょっとね、かわいそうなんでね、閉めます。針でやれば針でまあまあいいか。本当はね、こっからね、こうやってね、タッチさせばいいんだよね。これもうテロテロ、本当に脱皮したて。こんなの泳ぐよね。このね、片栗粉でまぶしてます。見ての通りです。ちぎれちゃった。これもね、食べようかね。いただきます。なんでだろうね。あたり前じゃ中まで肉入ってんだよ。箸になるよ。何か。すごい。聞いてた。聞いてた。はい、いいじゃん。ごめんって。さっきね、サクサのがダメだったね。サクサが。いや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 。中の水たっぷりだよ。いや、もういいよ。痛いからね。なんか。油が少ないな。取れてるね。わーわー、上がってるよ。はい、いいよ。やられた。いや、これ一番いい感じよ。ちょっと高温でね、さっとね、入れた方がいいよ。これね、ちょっと高温ですよ。180とかね、このぐらいで上がってます。あ、やっぱりこれでね、もうあと余熱でね、中心までね、熱入れたらいいね。あ、これ大成功。一番最後のが一番いい。これ大成功。絶対うまい。これ熱入ってるからね、中心までね。あとね、余熱でじわーっと入ります。これね、温度上げて、これちょっと二度揚げしましょう。温度上がらんじゃん。大丈夫か？熱いのか？お、ほら、来たー。ソフトシェルクラブの唐揚げです。うまそう。いただきたいと思います。ほら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 。ほら、カニだよ。ね。脱皮したてのカニたちをあげました。これね、ツッチーとミユコタンとデカ番長さんとウナギ師匠。ね、みんなにもらいました。ありがとう。ね、今日ね、私あんまりすくってないような気がするな。ね。はい。次回はたくさんすくいたいと思います。じゃあね、こちらね。温かいうちにいただきたいと思います。でかいのいきます。うっ、あ、かっこいい、かっちい。
うわ、あ、味噌きた。あ、たまらん、うまい、これ。おいしい。ちっちゃいのね、ちょっとこれ一口でいっちゃうよ。一口、二口ぐらいで。うわ、うまい。うわ、葉っぱがついちゃって。うわ、香ばしいね。で、殻がね、柔らかい。で、サクサクだね。うん、おいしい。うん、いただきます。緑茶と思わせておいて、緑茶割りの焼酎でございます。おいしいね。おいしい。まずね、近々ね、取りに行きたいと思います。で、今日ね、南風強かったんですよ。で、風向きがあって、湾の奥の方はね、特にうちの近所は、北風か、北東からの風の時は波立たないんで、で、カニもね、浮きやすいです。まあ、皆さんのね、地域もいろいろとあると思いますけど、波がない時に行ってみてください。はい、ね、お野菜を取りなさいということで、買ってきてくれたそうです。いただきます。はい、食べたよ。これでいいのか、はい、はい。食べました。スーパーブロッコリースプラウトです。食べました。ありがとう。